はい、本日は群馬支部からデビューする大沢風紀選手の紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず自己紹介をお願いします。はい、群馬支部登録第5141号の大沢風紀と申します。よろしくお願いします。はい、ではいろいろ聞きたいですね。はい、選手になろうと思ったきっかけをお願いします。選手になろうと思ったきっかけは、父がボートレーサーなのでその影響を受けてなりたいと思いました。はい、自分の長所、アピールポイントをお願いします。自分の長所は負けず嫌いのところだと思っています。アピールポイントはレース展開をよく見えていると思うので、そこを生かしてまくりと差しの判断を自分の中ではっきりしていきたいと思っています。はい、これはあれですかね、養成所で、はい、そのレース中に、自分が行きたいとこ、そういうところを探してたっていうのは、できてたっていう感じでしょうか。はい、そうだと思ってます。はい、プロになったらみんなスピードもっとあるんでね。そうですね、頑張ってもらいたいですね。はい、はい、目標の選手、ライバルをお願いします。目標の選手は、父の大沢慎二選手です。はい、近い目標、将来の目標をお願いします。近い目標は3年以内に A 級になることです。そして将来いつかは父を超えて SG に出場したいと思っています。そうですね、SG でね、はい、活躍するのを全国のゲストの方、群馬のゲストの方はね、はい、特に期待してますから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、休日の過ごし方、マイブームお願いします。はい、休日の過ごし方は、映画を見たり、どっかに出かけたりすることで時間を潰しています。おお、これはですか、ドライブ行くだとかそういう感じですからね。はい、そうですね。はい、車の免許は？車の免許は持ってないですね。あ、持ってないですね、はい、これからですね。これからですね。はい、趣味、特技お願いします。はい、趣味、特技は12年間サッカーをやっていたので、サッカーをすることが好きなんですけど、もう一つはやっぱり先ほども言った通り、映画を見ることが好きです。はい、ありがとうございます。では、ですね、養成所の成績かなり良かったんですけど、はい、B1 斡旋でよろしいでしょうか。 B1 斡旋をいただくことができました。はい、では月に大体2本ぐらいはレースがありますね。はい、はい、そして最後にですね、お父さんがですね、はい、群馬のラストサムライと呼ばれているんですけど、はい、どう思います？ラストサムライのラストサムライにふさわしいジュニアになれるように頑張りたいと思っています。はい、5月から僕ね、ビットリポートで多分ジュニアと書くんでね、はい、その辺よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では最後に5月1日からのゴールデンウィークからデビューです。はい、意気込みをお願いします。はい、事故しないように精一杯自分の力を発揮したいと考えています。どうか船券に絡めるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、大沢風紀選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。